こんばんは。今日は今年の1月から3月の仮想馬券の収支発表と考察1です。仮想馬券13レース中的中は4レース。仮想購入金額は78,000円。仮想払い戻し金額は33,000円。仮想収支はマイナス45,000円でした。今から考察をしますね。ただ 毒親育ち専門カウンセラーとしての考察なのでこのレースはこうだったとか詳しい内容は競馬記者さんや私よりはるかにベテランさんがめちゃめちゃわかりやすく youtube やサイトでしてくれているのでそれを参考にしてくださいね私の公開カウンセリングを一緒に聞いてくれている方はご存知の通り私自身が毒の強い毒親育ちですそして 母親が詐欺師のおばさんに騙されて、私も騙されました。これ、嘘のようですが、本当の話です。詐欺師のおばさんは、宗教という名のカルトで騙しました。1月後半から2月にかけてのご先祖供養は、もうとっても寒くて、ここ数年、それがトラウマで、体調不良に見舞われました。私と先生の間で、寒い寒い病と言っています。だから今年はその時期、これまで以上に、 身を引き締めていました火葬場券初当たりは1月17日の京成杯2月14日の京都記念まで調子が良かったちょうど時期が重なりますその時期を超えて5連敗気を引き締めていた反動もあったと思いますそれともう一つ先生から重大なことを今日教わりましたご先祖供養というキーワードを使って騙された人はおお彼岸と おお盆の季節おかしくななるそうなんです私は最近なんかおかしい波動下がってるなと思っていましたでも毒親さんに絶対に同調しないこと自分の中の神様にお願いする会話をすること波動を下げないようにやってるんだけどなうーん何を同調してるのかな何の被害に遭ったのかなこれが今日カウンセリングを受けるまでの心境でした 直近のレース、阪神大商店の火葬馬券を外したのは、お彼岸という時期に、毒親さんも私もおかしくなっていた。そして、毒親さんの被害に遭ったからでした。私が気を引き締める季節は、春夏秋冬。わかりやすい。日本に生まれてよかったです。今日はこれで終わりますね。明日は考察その2です。次は明日の夜、8時に来ますね。